オークスノキは中国、遼寧省部準出身の元卓球選手。身長162センチメートル。体重59キログラム。シドニーオリンピックでシングルス、ダブルス金メダル、アテネオリンピックでダブルス金メダル、北京オリンピックでシングルス銀メダル、団体金メダルを獲得した。党は浮草引退後の中国女子卓球代表のリーダーとなった。 1985年に卓球に初めて触れる。7年後の1992年には、両年賞の選抜チーム、1994年に、スウェーデンオープンに優勝、1995年には中国代表選手となった。1997年、1998年には、女子卓球ワールドカップを連覇、アメリカオープン、中国オープンでも優勝した。 タイのバンコクで行われた1998年アジア競技大会ではシングルス、ダブルス、混合ダブルス、団体の4つの金メダルを獲得している。年末には ITTF プロツアーファイナルで優勝した。1999年には世界卓球選手権、ITTF ツアーファイナルのシングルス、ダブルスでそれぞれ優勝した。この年、 国際卓球連盟のランキング1位選手となっている。2000年のシドニーオリンピックではシングルス、ダブルスで金メダルを獲得した。韓国の富山で行われた2002年アジア競技大会ではシングルス、団体ともに決勝で敗れ金メダル例に終わった。この大会終了時には多くの卓球人は彼女はこれで中国代表から引退するのではと考えた。 しかし2003年にパリで行われた世界選手権で彼女はシングルス、ダブルス、混合ダブルスで優勝、シングルス優勝は3度目、ダブルス優勝は4度目となった。2004年のアテネオリンピックでも超イネートのダブルスで金メダルを獲得している。しかし2005年5月に上海で行われた世界選手権ではシングルスベスト32で敗退。 同年に、甲状腺にがんが見つかり手術を受けた。2007年5月に、ザグレブで行われた、世界選手権でもシングルスベスト8にとどまった。2008年5月に、古近東国家主席が来日した際には、共に来日し、共に、早稲田大学で行われた、日中青少年交流イベントに参加した。このイベントには、同大学の卒業生である日本の福田康夫首相や、 同大学に在籍している福原愛も参加した。そして両首脳が見守る中で福原と卓球で対戦した。同年8月の北京オリンピックで女子団体金メダル、女子シングルス銀メダルを獲得した。シングルスの決勝戦の後、正式に引退を表明した。同年9月27日、三島省の延大し沖の豪華客船で夫との結婚式を行った。 夫妻はすでに2005年10月に結婚していたが、北京五輪のために挙式はしていなかった。この結婚式には、福原愛が、オークスの木の海添え役として、セクシーなベアトップのドレスを装って出席した。中国のメディアは、このニュースを大きく報道した。新郎の海添え役は、アリンが務めた。日本の福原愛が8歳の時に、初めて、 サインをもらった選手であり、福原が尊敬している選手である。福原が中国長級リーグの両年本行チームに所属していた時は各踊らとともにチームメイトであった。三等省で不動産業を営む8歳上の富豪の男性と2005年10月に結婚した。両親に寿司を作って食べさせてあげたいと、北京の日本料理屋の板前に寿司の作り方を習い。 カニの卵の巻き寿司やカッパ巻きを作れるようになった。そして寿司を作ってチームメイトに食べてもらったが、わさびが入りすぎていたために食べた人は皆涙を流した。おしゃれ好きとしても有名であり、海外での試合の合間にはよく世界ブランドの服やアクセサリーを買いに行く。自宅には多くの靴や帽子やバッグがあり、一度も使ったことのないものも少なくない。 スキンケア用品はすべてフランスで買ったもの。王の夫は不動産業を営んでおり、結婚する前、2004年のアテネオリンピックの際には BMW 約10代で王を激励。2005年世界選手権で敗退した際には1万1本のバラを彼女に送っている。ありがとうございます。